会社確保できたんで。もう最終ですね。もう多分ないんじゃないですかね。だけど売れ行きはどうなんの？売れ行きはもう同期がわからんぐらい売れてます。すごいな。もう2年はかかるんじゃないですかね。4年分の枠を。が売れちゃったっていう話らしい、ね、え、ここで25台やと行けて、あ、いや、うちの会社で、あ、会社で、うちの会社で、どんな、え、いい面も含めてでしょうね、うちの法人です。どのぐらいもそれで注文、注文はもう分かる範囲内で300台超えてるから会社とかで、え？そんなにいいと思うんですよ。やばい。まあまあ。え、で、あと25台なんですよ。あと25台。25この前も受注停止になってるんですよ。はいはいはい、はい。その後で追加枠が。追加枠があと25台出たいんですよ。はい。やるんだ。あと25人は帰るんや。わかんないですけど。いや、でも、すぐまずでないですか、25人くらい。まあ、それで断ってたお客さんがいたらすぐですね。実際もう、今は、なんでしょう、転売禁止の承諾書もらってるけど、ネットとかで出てる値段がもう、とてもない値段。700円、800円、1000万ぐらい出ますけど。あとタイプ R 25台追加で作るっけ、25台買って帰る。いつ来るか分からない。前タイプ R 一緒に乗り、すみません、全然で行ったんやけど、はい、一緒免許持ったんですけど、ちょっと、あ、ちょっとやばい、しばらくなって。で、いや、タイプ R 未勝しかないんですかって言うとか、いや、今日ほんとあっちいっぺん乗ってみるって。もっと待ち込む。ありますね。シートはね、もうシビックと全く一緒なんで、はい、シートのあとあれも一緒なんで、はい、ありがとうございます。また。ベースがシビックなんで。